トランスミッションはドライバーの意思に応じてエンジンの性能を最適に引き出す、そしてそれを車輪に効率よく伝える、こういった重要な機能を持っています。マツダ車らしい人と車の一体感、これを実現するためにも非常に重要だというふうに思っています。今回オートマチックトランスミッション、マニュアルトランスミッションとも理想に向かって一から設計し直し、全てのパーツを見直しました。スカイアクティブドライブは一言で言えばいいとこ取りなんです。これまでの AT のスムーズな発進性能や変速性能、これに加えてマニュアルトランスミッションのダイレクト感、それから CVT の持っている燃費性能の良いところ、こういったものを組み合わせた6速の AT なんです。燃費とダイレクト感を上げるために発進装置を進化させました。ロックアップと呼んでますけども、エンジン回転数とトランスミッション回転数を直結させるということをしました。使用頻度をですね 50% から約 80% まで向上させることができました。ロックアップ領域を広げると不快な振動や騒音が発生いたします。それを克服したのが新開発のフルレンジロックアップクラッチです。トルクコンバーターの使用領域を制限することに決めたので、トルクコンバーターを小さくしました。そこで空いたスペースにフルレンジロックアップクラッチと呼ばれる新しい機構と、それから振動を吸収するダンパーを追加しました。理想のスカイアクティブドライブ、これが実現できたというふうに自信を持って言えます。